さんこんばんは、 Mwave コムワンです。今日はですね、僕、まあ言いたいことはですね、あれなんですよ。 iPhone 5S ね、あと 5C 出るっていう話あるじゃないですか。で、僕も買おうかなと思ってるんですけど、まあ来年でしょうね、きっと。今年はね、ちょっと、まあソフトバンクは au にしちゃったので、あの本当はねするつもりなかったんですよ。ソフトバンクね結構電波悪いんですよね。今はねいいんですけど、時間帯によって電波ね結構悪いところがね、ドコモとか au は使えるのにソフトバンクは使えない。まあ一応僕持ってる回線を言えばですね、ドコモ、ソフトバンク、au、ウィルコム、4社の持ってることになるんですけども、 e モバイルはあれはですね、結局はあれは通信系携帯電話っていうか、まあ、あれはほとんどインターネットの回線が e モバイルとかっていうのは分かるんですけど、まあ電波悪いらしいのでね、あれ結構ソフトバンクより広いらしいです。はい、まあね、僕も噂によるとね、どうかなっていう感じが思ったので、まあ、いいやっていう感じになっちゃうんですけど、まあ今日はですね iPhone 5C 5S、 どっちを買おうかっていう迷ってるところなんですよ、結局は。でね、キャリアのご紹介っていうのはまあ別にいいかなっていう感じなんですよ。で結局僕がね、まあ余計な話しちゃったんですけど、結局はですね、僕がいい、ちょっとごめんなさい、またね落ちちゃったっていうね、ごめんなさいね。はい、僕がね言いたいことはですね、まあおそらくプラチック、まあプラチックしょぼいって言い方もね、ちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、ここでね今カバーしてるんですけども、ここのね背面っていうか、ここのね、あのここら辺の、まあ、なんて言えばいいの、あのね後ろの部分のあのねボディが かっこいいんですよ、 5S。 そんなね大して変わってないんですよね。指紋認証があのあったり、あとカメラの画質が良くなったとか、2時間あのバッテリーの持ちが良くなったとかが分かるんですけども、もうちょっとねアップしてほしいですよね。やっぱ軽さはね変わらないらしいです。はい、 5C の方がちょっと重くなるって話なんで、まあね、まだね販売もしてないですし、まあね料金プランドコモで僕買おうかなと思ってるんですけど、まあドコモがどういう料金プランに僕がいくら払わなきゃいけないのかっていうもしていこうかなと思っています。まあねガラケー持ってますけど、ちょっとねキャリア同士今フォーマなんで、フォーマ同士でも他社でもお金がかかる状態なので、まあ、どうしようかなっていうのがあって、まあね、まあ買うんだったらね、あの本体買う前にケースの問題とか、あとフィルムの問題とかね、まあこういう5の場合なんですけど、で5と 5S そんな変わんないと思うんですけど、ここら辺がね多分変わると思うんですけどもね、そういう問題が出てくるんですよ。で僕がもし買うんであれば、まあオレンジとかね、 HTC J1 はあの黒、全部黒ね、買ったんで、まあ、同じのね選ぶの本当僕好きじゃないので、このね PHS もこういう色ね、これはねあのウェルコムなんで、まあ、これもねいずれはあのスマホにしようかな、あと2年払わなきゃいけない分割があるので、まあどうしようかなっていう思っています。今頃ねこれね、まあガラケー使ってる人まだいるのかな、まだ
最近あんまり見ないよね、あんまり。ということで、まあね、あの 5S か 5C 迷っていますっていうところでございます。はい、今ね、ほとんどソフトバンクとか KDDI 版使ってる人が多いと思うんですけども、おそらくドコモ出たらね、乗り換える人が出てくるんじゃないかなという僕の予想なんですけど、これもね、今ソフトバンクの契約ですよね、してるんですよ。はい、なので、僕とすればですね、iPhone は iPhone5 か 5C とかね、あるじゃないですか。なので僕とすればですね、ドコモの、まあ僕はモバイルルーターで全部賄ってるので、してるので、そういうパケット定額とかね、そういうの、まあ、僕せめてね1万円か2万円2万円いっちゃうときついので、約1万円で細長いね PHS あるじゃないですか、細長いウェルコムの京セラのやつ、あれね、ちょっと最近ちょっといらないっていうかね、スマートフォンっていうか、今まではね、前のもう解約済みなんですけど、これねパケットがかかるってことでウェルコム買ったんですよ。最近はね、ちょっといらなくなってきてっていうことなんですけど、まだねウェルコムの人も1人か2人ぐらいいるので、まあそれ考えるとね、持っといた方がいいのかなっていうのは思っております。でまあね、まあそれ待って、まあとりあえずは持っとくっていう感じですかね。まあほとんどね電話用っていうか、まあね、そういう話は別の動画でしたいと思います。ということでね、まあ iPhone5S、 5S か 5C、 まあ僕は 5S の どうしようかね、この色もね僕持ってるんですよ今、ウェルコムの。なのでそういうパスとして、で黒も持っていると。でいろんな機種ね 5C があるんですけど、プラスチックなんでね、値段高くてもいいやつを買いたいっていう、まあ2年契約を組まなきゃいけないってことなんですけど、まあ、とりあえずね、まあ 5S か 5C どっちがいいかっていう聞かせてください。もうね、予約しようとしている方ね、いたら、まあご意見くださいっていうことですね。まあなので、まあ、ね、長くなっちゃうんでね、まあ聞きたいと思います。ではね、まあなんかあればコメントください。あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、失礼します、ね、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではね、また、まあ、そんなにね、アップできないと思うんですよ。せめて1、2本か、まあ、運が良ければ運っていうか、本当ね、アップできる場合でしたら3本ぐらいアップしたいな。前はね、10本ぐらい出したんですけど、まあまあ1日でいっぱい出す必要ないんじゃないかっていうね、コメントとか結構ねご意見として来たので、まあね、とりあえずは、まあ僕が変わんないっていうか、まあ何かあればねコメント待っていますので、よろしくお願いします。ではね、これで失礼します。